ワット・トラパングルーンは、タイの北部、スコータイの旧市街である、スコータイ歴史公園にある、仏教人遺跡である。寺院名にある、トラパンは、池の井であり、ワット・トラパングルーンは、銀の池の総印を意味する。この寺院はおそらく14世紀、ワット・マハータートの時代と同じ頃に構築された。ワット・トラパングルーンは、朝日と夕日の両方に照らされる方向を向いている。 小島の本堂跡寺院の主な構造物としては、中央の仏塔、礼拝堂の遺構と西側の基壇の上にある大きな仏像、それに人工の池であるトラップハングナゴンの中心にある小島に本堂の遺構がある。仏塔は高さ10メートルの典型的なスコー対応式であり、ワットマハータートに似たハスの花のつぼみの形をした。 仏塔が正方形のラテライトの基壇上に建立されており、レンガの古層の基壇に続いて平滑な化粧漆喰が施され、その先頭の四方にある壁岸には、仏立像が立っている。また、仏塔の周囲には、仏立像や湯行物の彫像がある。本堂は、中央仏塔の東側の池の中心に位置する、小島にある。スコータイ時代に、本堂は、 高血差を象徴するため、残りの寺院複合体と水域により隔てられた。今日ではそこに、気団のレンガ、支柱の断片、それに、おそらく仏像のためにあった台座だけが見られる。ありがとうございます。